皆さんこんばんは、カランダです。トランスポートフィーバー2特殊ルールで遊ぶ空想地域開発第34回、今回は蒸気機関車の引退が大きく進んでいくほか、線路の高速化工事などを行っていきます。こちらの動画シリーズではトランスポートフィーバー2の通常のゲームプレイルールにいくつかの特殊ルールを追加して縛りプレイとして遊んでいます。特殊ルールは概要欄に記載しているほか、特殊ルールが適用される際は画面内のテロップで出しますので、そちらでご確認ください。前回終了時点のマップの状況です。前回は白雪エリアにおいて大規模な電化工事が行われ、蒲焼白雪間の直通列車運転の見直しなどが行われました。初めての特別急行列車として、蒲焼エリアにある大飛び城から白雪市を結ぶ夜行特別急行この葉月号の運転が開始されたりしております。以上が前回の開発内容でした。さて、前回白雪において大規模な電化が行われた際、白雪エリアにおいては蒸気機関車の引退が大きく進みましたが、蒲焼エリアにおいては一部線区において蒸気機関車がまだまだ第一線で活躍しており、これらの老朽化の進展が問題となりつつありました。そこでこういった蒸気機関車が本線上で大規模な活躍を続けている線区の置き換え工事が順次進められることになりました。最初に置き換えが行われたのは、大屋敷と田貫宮を結ぶ大屋敷農場鉄道です。この鉄道では最後まで蒸気自動客車の運用が続けられておりましたが、1973年内燃自動客車に置き換えられ、マップ内の本線上から蒸気自動客車の運用は全て消滅することになりました。貨物輸送についても内燃化が進められております。大屋敷農場鉄道は比較的平坦区間が多く、パワーを必要としない列車が多いことから、他線区で活躍している主力機 DL7 型を一回り小さくした新型機 DL9 型が導入されるようになりました。また大屋敷周辺には多数の小貨物列車も設定されています。小貨物列車向けには DL9 型をさらに小型にした DL10 型が製造され、蒸気機関車の運用を相次いで置き換えていきました。同じく大規模に蒸気機関車列車が運用されていた田貫宮大飛び城間の貨物輸送も無煙化されることになりました。この区間については電化により無煙化が行われることになりました。また電化に合わせて、これまで市街地中心部にあった大飛び城貨物駅が市街地の外れに移転する工事が行われております。移転された新貨物駅は星風呂貨物駅と同様に自動車との連携が考慮された新方式で設計され、輸送の大幅な効率化が図られています。大飛び市街中心部にあった旧貨物駅は撤去されて旅客専用駅へと改装が行われております。また大飛び市内にあった貨物船の跡地にはトラック輸送用の高速自動車専用道路が大規模に建設されております。以上の施策によって、蒲焼エリアからは蒸気機関車牽引の列車が大幅に姿を消しました。最終的に大規模に運用されているのは凍え里石灰輸送鉄道のみとなっております。無煙化と並行して高速化の施策も行われております。1973年に導入された電気自動客車 M13 型は最高速度160キロの高性能を持っており、客車列車で運転されていた急行ホトトギス号1往復を置き換えて運用に入るようになりました。これにより急行ホトトギス号は2往復が電気自動客車での運転となっております。また一里塚から蒲焼を経由して百人峠に運行されている近郊電車線直通の快速列車も M91 型の運用にと変更が行われております。 M91 型はすでに急行列車で運用されている車両ですが、快速に投入するにあたり再整備が行われ、120キロ対応化工事などが行われております。星風呂丘小石原間の快速列車もこちらの M91 型での運用に変更され、最高速度がこれまでの100キロから120キロへと向上されるようになっております。車両面での高速化が続く中、線路面での高速化工事も行われるようになりました。こちらは大飛び城と一里塚を結ぶ峠越えの鉄道です。この鉄道、沿線の鍛冶屋幾多の人口が増加しており、利用者が大きく増加している状況ですが、古い時代に建設された路線であることから、路線にはループ線を含む大幅な遠回りをする線形となっており、速度向上、列車増発の妨げとなっている状況でした。そこで幾多と鍛冶屋の間には長大なトンネルが掘られ、路線の高速化が図られることになりました。新線は峠越えをする必要がなくなったことから、従来の幾多駅は廃止され、幾多駅の下に幾多観音駅が新たに設置されております。合わせてこの区間に残っていた単線区間も全て解消しております。新トンネルは引き続き非電化で建設されておりますが、将来の電化を考慮し、あらかじめ大きめの断面で設計されております。新線の開業に合わせてこの区間に設定されている急行ウグイス号が内燃機動車化されており、
新型の D 旧型内燃自動客車が運用に入るようになりました。この D 旧型の導入に合わせ、急行ウグイス号は運行区間をオートビジョー100人峠間に延長しております。オートビジョーと100人峠の間が初めて乗り換えなしで結ばれるようになりました。翌年1974年にも引き続き大規模な高速化工事が行われております。この年に実施されたのは、オートビジョーから蒲焼を経由して星風呂丘までの東西の本線の高速化工事です。この工事では線路の PC 枕木化やレールの強化が行われ、工事が行われた区間においては線路側の最高速度が200キロまで引き上げられております。またオートビジョーと一里塚の間など一部の区間において線路の付け替え工事も行われております。これによりこれまでより曲線半径の拡大や勾配の緩和がなされ、高速走行に適した線形と改められております。新旧線の切り替えは段階的に行われ、過渡期には旧線と新線が混在する様子も見られましたが、その後旧線は順次撤去が行われております。一連の工事により最高速度200キロでの運行ができるようになったことから、急行ホトトギス号が特別急行となり、新型の M1000 型高速電気自動客車が導入されております。 M1000 型は最高速度200キロの超高性能を誇っており、ホトトギス号は蒲焼地域で最速の列車となっております。これまでホトトギス号で活躍していた客車列車は最高速度が100キロであり、200キロ運転に耐えられないことから、新設された急行仏法総号へ活躍の場を移しております。同様にホトトギス号で使用されていた M12 型電気自動客車は、電気自動客車の機動性を生かし、新たに設定された星風呂丘河原町間の急行イカル号へと転用が行われております。これらの列車の登場により地方都市間の急行列車サービスも充実が図られております。ところ変わって、こちらは星風呂丘の近郊電車線です。星風呂丘近郊電車線は利用客の増加に伴い運転本数の相次ぐ増加が行われてきましたが、特に星風呂丘駅と星風呂丘市場前駅の間に複数の系統が集中していることから、列車の渋滞による遅延が多発するようになってきました。そこで星風呂丘と白猫城を結ぶ S2 系統が新たに建設された別線へと付け替えられることになり、星風呂丘市場前間の列車混雑の緩和が図られております。新しい S2 系統には最新の電気自動客車 M14 型が導入されております。 M14 型は近未来的な全面デザインを持っており、利用客からも大変な好評を持って迎えられております。また前回動画の最後に新たな都市を建設して動画を終了していました。この都市は名前を霧ヶ丘と名付け、近くの鉄道線に新たに霧ヶ丘駅を建設しております。霧ヶ丘駅を含む星風呂丘と蒲焼の間にはもともと途中駅がなく、急行列車しか設定されておりませんでしたが、霧ヶ丘駅ができたことで新たに普通列車が設定されております。この区間は急行列車がすべて高速線経由となっていることで、線路容量に空きができていることから、他に林道の近くに下林道駅も設置され、利便性の向上が図られております。以上が今回開発を行った内容でした。今回の開発内容を振り返って見ていきたいと思います。最初に行ったのは無煙化です。蒸気機関車で運用されていた多数の列車が内燃機関車、電気機関車に置き換えられ、蒸気機関車の運用範囲は大幅に狭められるようになりました。たぬき宮とオートビジョーの間が無煙化される際には、オートビジョー貨物駅の移転工事も行われ、オートビ市内のトラック専用道建設と合わせて自動車と鉄道を連携した新しい輸送形態での貨物輸送が行われるようになりました。そのオートビジョーから梶谷と生田を経由して一里塚へ至る路線は、古い時代に建設された路線であるため、ループ線などが残り、これまで所要時間が大きくかかっておりましたが、新線への付け替えが行われ、所要時間の大幅な短縮が行われております。この新線トンネルの開通に合わせて、急行ウグイス号が100人峠まで乗り入れるようになり、オートビジョーと100人峠の間が初めて乗り換えなしで結ばれるようになりました。さらにオートビジョーと星風呂丘を結ぶ本線においても高速化工事が大規模に実施され、枕木の強化などにより最高速度が200キロまで引き上げられております。最高速度が200キロに引き上げられたことに伴い、これまでこの区間を走行していた急行ホトトギス号で使用されていた車両はローカル線の急行運用へと回されるようになり、ローカル線同士の急行列車による利便性も大きく向上することとなったのでした。そしてその他に快速列車への新型車両の導入や、星風呂丘近郊電車線における線路付け替え工事、新車両の導入などが行われておりました。以上が今回の開発内容でした。
さて今回は大規模な高速化工事などが行われておりますが、急行列車の設定も相次いでおりました。そろそろ自分でも急行列車がどの区間を走ってるかわからなくなってきましたので、今回初めてマップ内の急行列車の路線図を作ってみました。赤色が特別急行列車、オレンジ色が急行列車、水色が快速列車の設定区間となっています。今回は開発内容が川駅エリアのみでしたが、次回は白駅エリアにおいても大規模な開発や高速化を行っていきたいと考えておりますので、次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしています。トランスポートフィーバー2の他の動画やおすすめ動画は概要欄に記載していますので、ぜひ他の動画も合わせて楽しんでいってください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。